おお、びっくりした。おお、これめっちゃでかいですね。本当に映画館にいるような感じ。横向きで寝た時とか、ホーム画面長押しすると真横になるんですよ。なので、Netflix と一緒で寝ながらこう見れます。仰向けになったりとかするとこういう感じで見れるので、僕がおすすめするやつはこのワンダーってやつで、 Google マップのストリートビューが VR で見れちゃうっていうやつです。なので世界中のストリートビューが見れる場所であれば、どこでも見れちゃうんですよ。これね、すっごい優れものですよ。旅行とか行くときに予習とかもできるので、ホテルの場所どの辺なんだろうっていうので、あらかじめ現地の映像とか見れるので、すごくおすすめです。一番最初の画面って結構ランダムで表示されるんですけど、さっき見た時は目の前に東京タワーがバーンとこう出てて、すっごい結構リモコンがね、ここで出てくるんですよ。左右に動かすと周りが見えるっていう、こういう感じですね。はい。で、ですね、この左下のマップっていうところを開くと、もう世界地図が出てくるんですよね。で、今ここにいる。で、青いところが全部見れるところですよね。で、例えば、東京タワー。そうすると、東京タワーの中が出てきましたね。でもすごいですよね。あ、こんな感じなんだって見れるし。東京タワーの中じゃなくてね、外が見たいんですよ。例えば、この辺とかに行きたい。こんな感じで見えるんですよ。もう本当にストリートビューですよね。こんな感じに進んで見れるんですよ。だから行きたいところがあれば、どこでも行けちゃうというか。僕はね、ちょっとイビサに行きたいんですよ、もう。イビサっていうかね、フォルメンテンラに行きたいんですよ。イビサ島の下にあるちっちゃい島、ちっちゃい島って言っちゃった。ちっちゃい島なんですけど、ここはもうね、最高なんですよ。海がね、すごい綺麗なんですよね。この先っぽの海。こうやってね、行った場所をこう思い返すこともできるんですよ。もうめっちゃ綺麗ですよね、海が。メキシコの海とかもめっちゃ綺麗ですよね。メキシコとかだと、もう本当にめちゃくちゃ青いですよね、海が。またちょっと違う、綺麗さですけど。ここのレストランね、僕ら天国って言ってるんですよ。もうロケーション最高で、もう海目の前なんですけど、こんな感じでこの海を眺めながらこのレストランで美味しいご飯を食べるんです。もうお腹減ってきちゃって、もうお腹グッてなっちゃいましたけど、パエリアとかも大好きで、ここで食べるパエリアはもう本当に最高です。ちなみにメキシコ、カンクン、さっき言ったメキシコ行ってみますね、カンクン。なんかすごいですよね、もうどこでもドアみたいな感じですよね。この辺ビーチだな。うわ、めっちゃすっごい。ほらね、またちょっと色が違うんですね、メキシコの海って。青いですね、すっごい。めっちゃ綺麗ですね。ここ10年前ぐらいに1回来ましたけど、本当にびっくりしましたね、この海。もうスペインが一番綺麗だろうってずっと思ってたんですけど、いやいや、もうメキシコも綺麗だし、まあ沖縄とかも綺麗ですけどね。またちょっと色が、結構濃いブルーの感じがしてすごくいいですよね。まああとね、いっぱいゲームとかもあって、いろいろおすすめできるものがあるんですけど、まあ、今回 Netflix と YouTubeがメインということで、現実世界に戻りたいと思います。はい、ということで、自分の好きな映画とかを寝転がって見れるのすごくいいですよね。で、デメリットなんですけど、バッテリーが2時間ぐらいしか持たないので、映画2時間を超えるものは最後いいところで充電がなくなる可能性があります。で、モバイルバッテリーとか普通のコンセントを引っ張って、充電しながら見ることもできるんですけど、
ただそれもまたあの不都合があって、ですぐ熱暴走しちゃうんですね。バッテリー、充電しながらだと。で、それってバッテリーにも良くないので、長時間の充電しながらの使用は結構おすすめできないんですけども、まあ人によってはかけているのがね、疲れちゃうって方もいるんですよね。2時間で。なのでまあ2時間ぐらいがちょうどいいのかなっていう気がします。で、熱くなりすぎちゃうと温度が下がってから見てくださいっていう風に、表示が出て使えなくなっちゃうんですけど、でも僕はもうバッテリーの劣化とかも気にせずに、もう警告が出るまで充電しながらガンガン見てます。でもこれは真似しないでください。で、あと他のデメリットとしては、レンズが曇っちゃうってことがたまにあります。お風呂上がりとか体がこう熱持ってる時っていうのはレンズがすぐ曇っちゃうので、曇りを取るためのなんか棒みたいのを自作して作るのもまあいいかもしれないです。で、あともう一つデメリットとしては、 Oculus Go のデフォルトで入ってるブラウザは日本語対応ではないので、キーボード打つ時は英語、あと他の言語もありますけど日本語対応しないっていうのはまあデメリットの一つかな。でもほとんどはあの Firefox Reality で、見ると思うので、まあそれは日本語対応してるのでいいと思うんですけど、まあそのアプリを入れないと、日本語でキーボードは打てないですね。で、あとあの、やっぱり一番のデメリットはでかいってことですよね。結構あの厚みがあって、まあ 486g でしたっけ、あるので、まあまあそこそこ重いですよね。なので、まあそれがまあデメリットではありますが、まあ普通に立ちながらとか座りながらかけると、まあそれは疲れちゃいますね、すぐ。ただ寝っ転がると多少その重さっていうのが分散されるので、そこまで疲れるっていうのは、まあないと思うんですけど、もうちょっとコンパクトになったらね、もっと気軽に使えると思うんですけど、まあただこればっかりはね、難しいと思います。今の 4G の時代だと、まあこれが限界なのかなっていう気がしますね。ちょっと脱線しちゃいますけど、アップルのスマートグラスとかって今ね、開発されてるじゃないですか。で、去年とかね、ちょっとした発表があって、今年に出るとかって噂ありましたけど、まあそれが今延期になってるらしくて、まあ2021年とか22年ぐらいになるんじゃないかっていうふうに言われてますね。で、やっぱりその、もう 5G になんないと、やっぱりそういった次の端末っていうのは、難しいんじゃないかなっていう。っていうのはもう、AR とか MR とかこう使うと、もう瞬時にそういう計算をしないといけないんですよね。なのでもう、でっかいパソコンをもう、このゴーグルに詰めないといけないんですよ。で、まあそういった AR じゃないにしても、その VR360 度の、動画とかでも、まあこれぐらいでかくなっちゃうので、ハイスペックのパソコンを、まずそのメガネに搭載しないといけないっていうことなので、まあそれはもう今の時代はまあ無理だなっていうふうな感じはします。これが 5G になると、もう一気に加速すると思います。っていうのは、例えばですね、今、Google の Stadia っていうサービスありますよね。まあ、あれゲーミングですけど、ゲーム機本体なくても、パソコンさえあればもう遊べるっていうゲームなんですけども、今まではその PlayStation とかだと、本体を買って、その中にデータを入れて、遊んだりしますよね。で、中で、ね、いろんな計算とか演算して、それが、まあ、ローディングしてゲームを遊んだりとか、しますけど、それが全部クラウドでできちゃうんですね。で、クラウドで全部計算して、ストリーミングで、パソコンで楽しむっていう。なので、ほとんどローディングがないというか、全部クラウドで高速計算してくれるので、そういった、本体がなくても遊べるっていうのが、ステディアなんですけど、それがもう 5G になると、もう、処理速度が圧倒的に速いので、もうクラウドで全部できちゃうんですよね。だから本体いらないんですよ。アップルのスマートグラスっていうのも、やっぱり 5G が来ないと商品化できないというか、今結構ありますよね。AR グラスとか MR グラスとか結構出てますけど、一昨日か4、5日前とかでもなんか新しい、マッドゲイズグローでしたっけ？本当に見た目サングラスなんですけど、まあ、ちょっとした AR とかハンドジェスチャーもできて、まあ、トラッキングもあるので、まあ、手を使って、なんか遊んだりとか、そういうこともできるんですけど、まあちょっとチャッチーですよね。ちょっと見ましたけど、ほとんどスマホとかのミラーリングみたいな感じしかできないというか、まあ、トラッキングも遅延がすごくあって、普通には使えないかなっていう、まあどうやることはできると思うんですが、まあでも実用的ではないかなっていう感じがしますね。だそういう今、頑張って作ってるけど、どうしても限界があるんですよね。
物理的に無理なテクノロジーの限界、まあ、4G の時代で。なので、結構そういったグラス出てますけど、まあまあそんなに、クオリティは高くないと。ただマイクロソフトが出してるホロレンズはすごくいいですよね。あのまあ結構でかいんですけど、あのブラウザをいっぱい出して、自分そのハンドジェスチャーのトラッキングもあるので、指でクリックしたりとか、いろいろこうできたりするんですけど、今ホロレンズ2とかも発表されましたよね。あれぐらいのクオリティじゃないと、まあ、実用的ではないので、まあただでかいので普段はつけれないですよね。なのでまあ 5G になってから、まあそういった端末が一気に出てくると思います。アップルの中の人たちも iPhone に変わるぐらいのものになるんじゃないかっていうふうに言われてるし、10年前とかでしたっけ、 iPhone が出てきたの、もっと前か、 iPhone が出てきたあの時のように革新的なデバイスが誕生するんじゃないかなと僕は思っています。はい。で、なんだっけ、オキュラス GO ですね。オキュラス GO の話に戻るんですけども、すいません脱線、あのこういうテクノロジーの話になって、ドローンのリポバッテリーの充電が終わりました。マイクロドローンと言われているペータ FPV65HD ですね。これ最近毎日飛ばして、家の中で飛ばしてます。はい、ということで、すいません、もう脱線だらけで、もう脱線すごいもう好きなんですよね、こういうテクノロジーの話とか、もういろんな話したくなっちゃうんですけど、すいません。はい、で、あったらいいものですね、今度紹介していきます。